こんばんは、吉谷さん。そうですね、吉谷拓郎詐欺も久保哲郎詐欺もね、もうどうでもいいんですけども、今日はね、新藤かなさんというキーワードで行ってみようかと思います。新藤かなさんでご存知ですかね。今ね、ホリエモン新党っていう政党から、公認を受けて立候補しているんですけども、こういう方なんですよ。ちょっとご覧ください。こういう方ね、こういったセクシーな女性ですね。若い方で、アベノマスクをその胸のところに挟んでらっしゃる。これがね、選挙ポスターなんですよ。うん、はい、こういうふうなね、なんとも人目を引く選挙ポスターなんですけども、私ぐらいの年になると、もうこれね、わ、可愛いなとか、なんか感じないんですよね。なんと言いますか、こういう言い方したらまたね、誰かにとって失礼なんかもしれませんけども、ちょっと女の子のね、なんですか、水着みたいな格好でね、なんと思わないですよね。もう性的に枯れたのかもしれませんけども、まあでもね、そうなんか感じる人はいると思いますけども、このポスターをね、女性を性の商品化してるとかなんとかっていう人もいるんですよ。まあそういう見方もあるでしょうけども、いや、女性が女性の魅力を売り込んでいかなくてどうするのかなと思いますし、あとね、いや、この程度で性の商品化になっちゃうのみたいながありますし、もしね、性の商品化とか、なんかフェミニズムみたいなこと言うんだったら、まずね、風俗店とかね、デリヘルとかにデモ活動を起こしてくださいと思うんですよ。だからこういうふうな、もう無抵抗な人に対してはね、そのすごく鬼になれるみたいなね。だからそういうところは、私はあんまり良くないかなと思うんですよ。というのが、別にこれ迷惑かけてるわけじゃないんですよね。いや、こういうことをして女性の地位が下がると思ってる人は、この程度で女性の地位が下がると思ったら、それは女性の地位がない人が言うことだと思うんですよ。こんなことではないですよね。やっぱり、もっともっと別のところだと思うんですよ。そんなね、昔は、こういうふうなことって批判されたかもしれませんけども、今はもう多様化の時代でね、それこそ YouTube で、自分のことをしっかりと表現されてるね、10代の女の子とかも結構多くて、それも、問題では問題なんですけども、例えば今みたいなポスターがね、小学校の通学路に貼ってあるとか言うんですけども、どうなんですかね、小学生がこういうふうなね、随分上の女性を見てドキドキするんですかね。そういう人もいるでしょうけども、そういう人、そうじゃない人もいると。いわゆる感じ方は様々なんですよ。で、今日ね、なんでこんな話をするかっていうと、人は感じ方が様々、そしてそれを認めていこうということなんですよ。自分がこう感じてるから、あなたもこう感じてる、みんながそう感じてるはずだっていう論法ってね、世の中に溢れていてですね。例えば、こういう話もあると思うんですよ。もう自分の人生を振り返ってね、いや、自分はね、本当に世の中見てきて、なんて大人って汚いんだと思ってるんですよ。だからあなたもそう思うでしょってからね、いやいや、どう思うかはみんな違いますよと。自分の経験を軸に他の人もそう考えてるだろうみたいな発想があるから対立って起きるんですよね。もう全ては自分の思考とは違うものを違う人が持っているってことを前提にしなければ私はならないと思うんですよ。普通こんなこと考えないでしょっていう普通はその人の勝手な普通なんですよね。だから私に言わせれば私の普通も多分他の人の普通と違いますし、だから普通ってのはね、なんか同じようであって全然違うってことなんですよ。はい、私が普通という時っていうのは100人いたら100人の普通、みんな捉え方が違う、感じ方が違うっていうのは普通だと思うんですよ。さあ、さっきのね、水着みたいな女性の方に、話を戻しますけども、この新藤かなさんっていうのはやっぱりね、いろんな批判を浴びたりとかいうことを覚悟でこれ出てきてるんですよね。で、これ幸いとばかりにこういう人を叩く人がね、やっぱりね、ウジ虫のように湧いてくるんですよ。何なんですかね、そんなに人のことに興味あるのか、その水着のね、水着がなんかマスクを胸につけてる女の子のことがそこまでね、あなたの人生に食い込んできてるのかなと。で、繰り返しますけど、こんなことで女性の地位落ちるほど女性は安くないですよ。なんかね、そのフェミニストっていう人たちは女性の地位を逆に落としまくってると私は思いますね。これは私の捉え方で、そうだって決めつけてるわけではないです。私はそういうふうに見えてるだけなんでね、他の方はまた別の価値観があると思いますけども、もう一回に強く言いますけど、この程度のことで体さらしたことぐらいでね、女性の地位は落ちないし価値も落ちないと思います。極端な話、これはまだすぐは割り切れないですけども、例えばね、風俗で働いてぐらいで女性がね、三流になるってこともないと思いますよ、私はね。
だから気高く生きていってくれてると思います。どんなことをしていてもその人はその人であってね、それで価値が上がったり下がったりみたいな、そんな単純なものではないと思うんですよ。私はそういうふうに考えますけどね。甘いんですかね。でこういうことを言うとね、お前のところの娘や奥さんがそうなったらどうなるんだって言いますけども、それはね、私 の, あ の, その他の人がやる分には何も思わないけど、自分の身内となるとまた感じ方違いますからね。それは当たり前じゃないですか。だからね、どっかの知らない人がやってることと自分の身内がやってることをまたこれ同列に語るような価値観があるわけですよ。バカにすんなってことですよね。いやもう本当にね、一人で怒ってますね、なんかね。まあこんな感じの今日の動画でございました。キーワード、進藤かなさん、ホリエモン進藤でございました。では失礼します。